田圭司さんと一緒に走るという企画です。お、引っ張ってもらってる。カーブ速いんだな。全然これでいいよ。いや、これで煙出てる。皆さんこんにちは、ビューティフルカーズ全車チャンネルの村上敦史です。ももかです。今回の動画は、はい、なんかこんな格好しております。はい、あちら見てください。土屋圭一さんは、はい、土屋さんが今まさにいらっしゃるんですけど、走行の準備をされております。はい、土屋圭一さんと一緒に走るという企画です。僕の GRS に土屋さんが乗ってくださって、これはどうだねっていう好評もいただけるということで、インプレッションいただきます。はい、人生2回目のサーキットでこんなことになっておりますが、はい、事故なく安全にやってまいりたいと思います。はい、ぜひ最後までご覧ください。何回もスピンして死にそうでした。車載映像が楽しみですね。やばいっすね。いや、前回より遅いってことですか？今のところ全然ちゃんと走れない。ちゃんと走れない。じゃあ前よりグリップしてないってことですか？うん、分かんない。車高がぐにゃぐにゃしてます。ぐにゃぐにゃしてる。前回と変えたところって車高だけですよね。前回もぐにゃぐにゃしてた。つまりぐにゃぐにゃしてる。バネ変えない限りは無理ってことですか？いや、でもまあ腕があれば。どうぞ。こんにちは。何時間かかったの、秋田から？6時間くらいですね。死ぬわどんなもんかちょっとチェックしてみようかなと思います。ぜひお願いします。はいはいはい。村上社長の GR ヤリス。あれ、秋田から6時間もかかるんだね。村上さんは偉いよな、本当にさ。仕事は真面目だし、まあ、僕のあの黒86をね、あんな綺麗に磨いてくれて、高級車になっちゃったからね、見た目。中身86なんですけど、高そうな86に見えるのね。さあ、それでは村上社長の GR ヤリス、車載映像が欲しいということなんでね、ライン取りをお見せしたいと思います。土屋さんが僕の86になる。土屋さんが僕の GR ヤリス起きてしまわれる。すごいですね、村上さんご自分の GR ヤリスが。危ないと思うんですよ、僕のヤリス基本的に。まあでも僕がスピンしないぐらいだから、土屋さんはスピンしないと思いますけど。あ、来た、来ました。あ、来た。わかりますね、ここからだと。様子見、ゆっくり次の週行くんです。
まあ、村上さんより今の時点ちょっと早い。あ、タイム的に。うん、タイム的に。俺の車早くない？早い早い。おお。あ、前が詰まってる。追い抜いていく。違うか、後ろから来てるよ。早いよ。さ、何周走る？あれ？気に入ってくれてる？ブレーキが大丈夫かな？ですって。村上さん、この後でこの後引っ張りタイムアタックです。準備してください。これでいいんだ。乗りやすいそうです。これで楽しめば良いと。そういうことなくなっちゃいました。ということはですよ。ということはなんかより良い。より良くなっていくってことじゃないですか。っていうかもうだからブレーキとオイルクーラー入れたらこれで良いってこと。良い。じゃあもうこれで土屋さんのお墨付きなんで。だって15秒出ることが分かりましたから。もう飛べると早く足が強い。1分15秒61がベスト。村上さん、今のお気持ちは。これでいいって言われたからこれでいいんだって安心してます。これでいいのかが分からなかった、はい、これでいいならもうこれで頑張るだけで。土屋さん、攻めでしたね。
この GRS も喜んでると思います。土屋さんのライン取りでどのくらいタイムが変わるかちょっとついていってくださいぜひ。大丈夫かな、それ危ないよあんまり言わないんじゃないですか。これはいいよって言ってくれましたもんね。こういうことですか、磨きもいいよって言われて、車もいいよって言われて、いいんだね、これ。はい、車高ちょっと上げたのも良かったのかもしれないですね。柔らかくないんだ。うん、そんなことない、良かったですね。最高じゃないね、うん、やっぱエナペタルいいんじゃないですか。次の枠でやりますよ16秒ぐらい、3ぐらい。いや、森さんがこの GRS バカ速いっすって言ってました。 GRS をチューニングした方が86やるよりいいっすって言ってました。何もしてないから、もうほとんど何もしない、パワーエディターとエナペタル以上だよ。以上、夢の走行なのでぜひ。ガチついてる人にてちゃんと練習したい。今日混んでますね。もうめっちゃね、貸し切りみたいな時にひたすら練習したい。そしたら行くよ俺、うん、いい。お世辞で、お世辞ですかでも土屋さんあんまりお世辞言わない方ですからね。お知らせいたします、まもなく走行再開といたします。残り時間10分での走行再開となります。じゃあ頑張ってついていってくださいね。人生最後のこの姿にならないように。それだけはやめてください。土屋さんに引っ張られて人生終わったってことにならないですか。それだけは避けていただきたい。引っ張ってもらってる。おー、土屋さん早い。土屋さんの追走、こんな夢みたいなことが起きるんですね。早い。
然それはついていけないです。ちょっとすいませんすいません、ちょっとね焦げ臭くなってきました。焦げ臭くなってきました。あ、ごめんなさい、焦げ臭くなってきました。ちょっと焦げ臭くなってきた。ありがとうございました、土屋さん。ありがとうございます。早かったですね。夢のようでした。夢のようでした。最初の2週3週引っ張ってくれて、その後また出なくなっちゃったあのタイヤのタイムを出したかった。出さないといけないですけど、うん、これ引っ張ってないなと思って、で焦げ臭くなってきたので帰ってきました。森さんがずっと後ろから見て幼女がやっぱきついですよね。多分まだオイルクーラーって、ね、まあオイルクーラーないと今注文してます。あそれ作ったらもう無限の失敗できそうですね。あとブレーキローターも今注文して、ローターとパッド、ローターとパッド1月か2月ぐらいにやろうって。やりましょう。やりすぎ、土屋さん運転はもう足で速すぎて全然追いつけなかったです。温度って言うのもわかるな。温度10万かな。クリアだったら14万絶対でいいかよ。いやーすごい DR やりすぎた。ノーマルでこれだからポテンシャル高すぎね。そうだから、だから高速コーナーのちょっと後ろが来るかなっていうぐらい、はい、だからちょっと抑えてやるだけで、カーブ移動があるから楽だよ。うーん、全然楽だよ。ダンパーで抑えて直ればいいけど、直るときはまだよな。まだ何キロくらい上げる、1足ぐらいだったら8、6だから、8、6はちょっとやばいな。前後同じぐらいがとりあえずは、うんうん、バランスぐらいいい。30年越しの夢が叶いまして、土屋圭一さんの後ろを走らせていただくことができました。30年前っていうと、じゃあ新潟の専門学校だ。そうです、そうです、その時です。すごいね、人間の成長というのは。土屋さんの GR ヤリス、村上さんの、いや、これはね、乗りやすいわ。乗りやすい、あのちょっと動くんだけど、はい、乗りやすい。その動いた方が分かりやすい。あ、もうちょっとショック固められるんですけど、後ろだね。後ろをもうちょっと、うん、高速コーナーで後ろがスッとくるから、はい、その後ろをちょっと固めればいいかな。はい、いろいろとまだまだいじろうかと思ったんですけど、もうお墨付きいただきましたので、あとオイルクーラーとブレーキだけ強化していっぱい練習したいと思います。全然これでいいよ。ありがとうございます。後ろのストロークだけちょっとストロークスピードが速いかなぐらいだから、はい、それで中高速コーナー安定すると思うよ。ありがとうございます。乗りやすい、乗りやすい。ありがとうございます。いいことだ。アドバイスをもとに練習していただいて、はい、また来年強くできます。もう一回走るわけですからね。それまでにもう 2秒ぐらい速く走れるように。よろしい。ありがとうございます。ありがとうございます。磨け腕も磨け。そう、車も磨け。腕も磨いて、そう、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
分16秒臭くね臭いです臭いです1分16秒出ます。はいはい、やおはようございます。ありがとうございます。森さんには褒められましたよ。もう一人前一般人いやいやすごい。いやでもすごい1分16秒2回目ですよね。ここ早いやばすぎるありがとうございます。めちゃくちゃ喜んでるじゃないですか。よかった、すごい。2回目収録は早いですよ。いや早いなと思う。だから煙出てる。ぐるぐる回って冷やして軽く回ってるわ。もう早しすぎて耐えきれなくて。そうですね。パッド金を上げてるんですよ。わあ、キャリパーが黒くなってる。ちょっと黒い。今何中ですか？はい、サーキット用の硬さから街乗り用に戻します。ちょっと柔らかくしてるってことですか？全然変わりますよ。ということで今日一日、はい、土屋さんとの走行と、はい、あと村上さん一人での練習と、はい、されてみましたけれども、はい、いかがでしたでしょうか？はい、まずねこの前ブレーキがすぐふかふかになっちゃったんですけど、はい、ブレーキ全然効きます。効きます。おー、やっぱりあのブレーキノーマルなんですけど、はい、HKS さんで、はい、ブレーキフルーと変えてもらったんで、はい、スポーツ走行用のにしてもらったんで、はい、全然違いますね。効きますか？前はなんか一般的なやつだったんですよ。うん、その耐熱性が全然違うんですね、はい、だから全然不安じゃない、カチッとしてる。今日結構だって煙出るぐらい走ってた、ね、走ってましたけどね。大丈夫。そしてねこの足回り、はい、今ちゃんと戻したから、はい、めっちゃ寝心地よくないですか？寝心地良いです、ね、ガタガタしないですね。これすごいですね。土屋さんに引っ張ってもらってどうでしたか？はい、はい、それはあれこれ言うよりも数字が物語ってると思うんですけれどもはい、土屋さんにまずお手本を見せてもらう前は、はい、まあ、初めて走った時が18秒9、はい、で今日最初の走行で18秒5、はい、しかも結構なんかスピンしそうになって、うん、フラッフラしてこう後ろが落ち着かないなと思いながら走っていた感じ、はい、それが土屋さんに前を引っ張ってもらっていきなり17秒台、うん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 、出てですね、はい、土屋さんがその前にこの車乗ってくださって、はい、その土屋さんが走ってくださった時は1分15秒61土屋さんが15秒6 で、はい、で全然いいよとこの車、うん、すごいね。そうですね、ちょっと後ろが動きすぎるから、もしやるなら後ろのダンパーちょっと締めて、それでも足りなかったらバネちょっと上げたらいいかもしれないけど悪くないとおっしゃってくださいました ね。高速コーナーでちょっとお尻がロールスピードが速すぎると、はい、でも全然悪くないと、動きが分かるから練習にちょうどいいと、はい、これいいねって言ってね、15秒6、ミス早いなみたいな感じだったよね。はい、はい、でその後引っ張ってもらって17秒台が出てましたよね、はい、その後引っ張ってもらって1分17秒6、17秒6、はい、ね、それでこうなんか分かったんですよ、はい、分かりました、うん、あ、ちゃんとブレーキをかけてハンドルをゆっくり切って横を向けて出口向いたらアクセル踏むんだと、はい、カートっぽい走りじゃなくて四輪っぽい走りがなんか後ろついてたら分かりました、はい、で土屋さん一応アタックしなきゃいけないからってことで、その後ね、はい、16秒2とか出たって言ったかな。そうですね、あとあのネオバ履いて、うんうん、羽つけて、うん、でいなくなっちゃったんですよ、はい、すごい混んでるし、はいはい、で、まあ、その後土屋さんに言われた通り後ろのダンパー少し固めて、はい、ちょっと思い出しながら走ったら16秒5、はい、はい、ということでしたね。ということで、まあ、なんだかんだ長く話しちゃいましたけど18秒から16秒になりました。うん、そしてその土屋さんの1秒以内ぐらいですよね。うん、その通りです。そして、はい、いろんな
あの走行を、ね、撮影しているカメラマンさんにも、はい、まあ、2回目の走行で1分16秒出せるのは、はい、もうすごいですよと言われた、言われてましたね。おということで僕はですね、もう全てを叶えました。もういいんじゃないかな走んなくて。だから土屋さんとのね単独でのバトルがありますね。ありますけどね、年明けに。もういいんじゃないかな、ちょっとそれまでにね。だってプロの土屋さんの1秒以内で走れるってさ、もう僕の最終目標でしたよ。そうですね。わかります。そうですね、わかります。はい、だからもう最終目標いきなり達成しましたよ。うん、はい、素晴らしい。今日は素晴らしい経験というか貴重な回になったんではないでしょうか。そうですね、今回の動画面白かった、はい、参考になったという方はぜひチャンネル登録、はい、高評価、はい、通知のオン、はい、お願いします。これを見てるビューティフルカーズファンの皆さん、村上なんぼのもんじゃと、はい、この選手の今年のこのうるせえなと思ってた皆さん、はい、土屋さんに乗ってもらっていきなり1秒以内で走る男です。いいですか。いいですか。僕は車の運転よりも、じゃあさっきとの距離2回目ですか、はい、戦車の方がずっと得意なんです。はい、お分かりいただけましたか。はい、信じてください。はい、ということで他の戦車動画も楽しみにご覧ください。はい、ありがとうございます、はい。しますか。うん、ちょっと、はい、はい、ということで大黒パーキングでした。はい、はい、ちょっと埼玉に帰ります。ありがとうございました。うわ、すごいいっぱい車止まってますよ、やっぱり。